YouTube を簡単に使いこなしていますか？前回の動画で字幕だけではなく動画のタイトル、動画の説明も翻訳できますというお話をしましたが、なんとチャンネル名も翻訳できます。今回はそのお話をしたいと思います。はい、マイチャンネルのトップページです。このチャンネル名の書いてある右端、鉛筆マークをクリックします。そうしますと、一番下、チャンネル情報を翻訳、ここをクリックします。画面切り替わりました。左上、元の言語、その下、言語選択をクリックします。元の言語の変更、言語選択をクリックします。そして、日本語をクリックします。その下、新しいアップロード動画のデフォルト設定、ここチェックを入れます。そして、言語設定をクリックします。はい、ここで、日本語に切り替わりました。これは右側、翻訳先の言語、カッコ0となってます。その下、言語を選択、クリックします。はい、新しい言語を追加、クリックします。はい、新しい翻訳言語の追加、言語を選択、クリックします。ここで、他の言語を検索、クリックします。はい、で、英語と打ちましょうか。はい、英語。そして、言語追加、クリックします。はい、これで翻訳先の言語、英語に変わりました。その下、翻訳したタイトルと、翻訳した説明を入力します。こちらはね、あらかじめ Google 翻訳で英語に直した文章、これをコピーして貼り付けます。こちらもコピーして貼り付けます。はい。これで OK ですね。はい。で、一部の変更が保存されていませんとありますんで、ここ、保存ボタンをクリックします。はい、すべての変更を保存しました。はい、これで完了です。今回は YouTube に新しく追加されました翻訳機能、チャンネル名も翻訳できるについてお話をしました。それでは、この辺で失礼します。